はい、皆さんこんばんは。TIFFのトークサロン日本映画監督協会のオンラインシンポジウムへようこそいらっしゃいました。本日は37セカンズ新人賞の上映記念、コロナ禍での映画制作などにも触れていく、楽しい会にしていきたいと思っています。まず、観客でも、批評家でもなく現役の映画監督が選ぶ日本映画監督協新人賞についてちょっと述べます。歴史的には1960年第1回は大島渚監督が受賞しました。歴史を重ね、今回、昨年度61回目を迎え、アメリカの LA 在住の光監督が、に贈賞することが決まりました。第一線で活躍される監督を交え、37セカンズについて、また、アメリカでの映画事情や日本での映画事情の比較、さまざまな新人賞や監督協会の歴史を振り返りながら、コロナ禍での映画制作の苦労などにも触れていきたいと思っております。楽しい90分にしたいと思います。それでは今日の参加監督をご紹介します。まずは、受賞された光監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はい、どうぞ。大丈夫です。はい、わかりました。では後ほどゆっくりお話を聞きます。今回の新人賞の選考委員長を務められた足立監督です。よろしく、足立です。本当にあなたが来て手渡すのを楽しみにした、これがトロフィーです。ありがとうございます。いただきます。受け取ってください。よろしく。はい、いただきました。はい、オンラインですが、今度日本に帰られた時はぜひ、お渡ししたいなと思ってます。続きまして、本木監督です。どうも、こんばんは。こんにちは。現在日本映画監督協会の専務理事をさせていただいております。今日は楽しみにしておりました。光監督にお会いできるの、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは最後ですが中村監督お願いします。はい、中村です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまず皆さん知らない方も多いと思いますので、日本映画監督協会とは、どんな、ものなのかということをまず専務理事の本木監督に、噛み砕いて短く語っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。噛み砕いて申し上げますとですね、1936年ですか、今、85年前になりますかね、に創立された共同組合でして、映画映像の発展とそれから監督の地位向上を目指して、主に活動の柱は、現在は監督の著作権獲得擁護とそれから表現の自由、創造的な自由を確保すべく、活動しております。現在日本の映画監督に著作権はないんですね。1971年の著作権法改正以来、映画の著作権は映画制作会社に帰属するということになっているんですけれども、ただ著作者人格権、つまり同一性保持権、指名表示権、公表権はありますので、その著作権法改正運動ということをやっておりまして、現在は映画制作会社などとの団体協約の形で権利の拡大擁護に努めているという団体です。補足がありましたら、中村常務理事お願いします。十分でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは監督協会というのは歴史が85年、著作権のことを、頑張って、共闘して監督に権利をということも
大事なんですけども、当然若い監督たちにもどんどん入ってきてほしい、そういうような、団体であるということを付け加えます。補足しますと、あと現在490名、はい、余りの会員がおります。はい、ありがとうございます。さあ、それではいよいよ本題というか、今日の新人賞、まず受賞式に、どうしても光監督が来たい来たいと言って頑張ってくださったんですけど、それがうまくできなかったということで、本日、上映会には、お母さん役の菅野さんが代理として、まあ、先ほど足立監督が見せたピラミッド型のトロフィーを受け取り、光監督の、言葉を、代読しておりましたけれども、まずその選考委員長を務めた、足立監督に、新人賞、今年の今回の新人賞について、語っていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、光さん授賞式見てないですよね。あれはオンラインないんでしょ。はい、うん、そうなんですよ、見れなかったんです、うん、写真はいただきました。あ、そう、あのそこですでに述べたりはしたんですが、要するに、マイノリティの主人公を中心にした映画であったけれども、監督協会の論議の中で最後の段階では実にあっさりと全員一致で新人賞に押そうということになるわけです。というのは、僕の試験も加えて言うならば、やっぱりあくまで自分が生きる、この現代に生きようとする、その人間としての誠実さがね、全てを巻き込んでいくし、まさに人間として光り輝くと。だから出てくる人物がみんなの誠実さ合戦みたいな映画でもあるわけですよね。ですから、これまであったマイノリティに対する、あるいはマイノリティを取り囲む現代社会の壁ね、それをもう前後左右上下全部あの厚い壁があるわけですね。それをこの誠実さが本当に突き破れるのかというのが、あのまあ一番大きな柱だったと思うんですね。だからそのストーリー展開の中で光監督が見せた描写力、総合力、それから本当にあの監督協会の選考論議の中では、あの主役の彼女に主演女優賞を与えたいじゃないかっていう話まで出るようなね、そういうこともありました。ですから、後で松島さんなんかに、話していただくけれども、23本ある作品の中で途中までは非常に、監督協会のそれぞれの監督って癖がある人ですから、あの好き嫌いも激しいですし、一応論議はありましたけれども、最終段階はさっき言ったように非常に主義したということがあります。その内容については後で論議展開しますが、いずれにしても本当におめでとうございました。それで関東協会としてはぜひ仲間に迎えたいという希望があります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。涙が出てきそう。はい、それではあの、まあ、光監督には最後に、まあ受賞を受けてという言葉をもらうとして、その前に、まあ元木監督、37セカンズについていかがでしょうか。はい、私は選考委員ではなかったんですが、今年の確か2月に、37セカンズを配給する、配給会社の方に勧められて、見させていただきました。まあ、私の感想は、これだけ、マイノリティの世界から普遍性に解放していくっていう、手腕にやっぱり、驚きましたし、それから、なんていうか、見ていて、すごく生理的な実感がとても、感じられる、
本当にその場でに生きているで人たちが そこにいるなっていう感覚を持ちました。それからまあ、テーマ的にも新鮮で今の時代にも合致してるのかなと、思ったりしました。まあ、あとなんか監督の言葉を読むと、その演技とは演じるものではなく、その場の状況に反応するものだというふうにおっしゃってるところがとても興味深くて、後でお伺いしたいなと思います。で、あと個人的には漫画の編集者の板谷さんがとても印象的だったし、まあ衣装の色使いも鮮やかでいいなという感覚を持ちました。はい、そんなところです。はい。中村監督どうでしょうか。僕は受賞自然ではなかったので、受賞決まってネットフリックスさんに見させてもらったんですけど、僕今年やってないんですけど、審査員新人賞の審査員2年か3年に1回必ずやらされるようになっちゃっててで毎回、まあ、揉める時も一発で決まる時もよく最終的なキーワードになるのって、次を見たいかっていうのがあって、で、この人の次の作品を見たいっていうのが結構みんなよく考えるので、で、この、再生のセカンドも、やっぱり光さんの次はぜひ見てみたいなと思いました。あと、やっぱりそのストーリーテリングもすごい好きだったんですけど、やっぱ元木さんと一緒で、本当そこにいる、人というか、大東君とかもお仕事したことあるけど、こんな、失礼ですけど、こんなうまかったかなみたいな、ふうに、なんか、すごい思いましたね。なんか、ほんとそ、うん、そ、な、いい意味で、役者さんが何もしてないっていう、一番いい、なんか、まあ、狙ってないみたいな意味ですけど、一番いいところを救えてて、なんか、すごい演出が良かったので。本当次見たいですね。はい、ありがとうございます。私も審査選考委員をしていたんですけども、まあ、各監督が言う通り、この映画の長所というのはたくさんあると思います。私が一番感じたのは、人物が非常にみずみずしいで、みずみずしいということは懸命に生きているということだと思います。で、懸命に生きていることを暗くならずにこのマイノリティを描くという、やっぱり胆力というのを非常に感じました。で、それは多分アメリカでいろんな、苦労、まあ、差別的なこともあったのかもしれない、それは推察でしかないですが、そういうこともいろいろな体験をしてきたっていう、まあ負けず嫌いなんでしょうね、きっとね。そういうところで決して暗くならないという覚悟が僕は非常に、素敵だなと思い、日本できっと演出するときにはアメリカで長くやられてきたので、俳優との演出にトラブルがきっとあったんじゃないかなと推察しながらも、この、最初に考えていた脚本からどん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 変化していったっていうことすら怖がらずに最後まで、まあ、海まで越えていくというようなところまでトライしたことに本当に素晴らしいエールを送りたいと思いました。以上です。ありがとうございます。ああもうなんかありがとうございます言葉が出てこないというか、なんか本当はね、この作品がうまくいかなければお好み焼き屋でも始めようかなってロサンゼルスでこっそり考えたりもしてたんですけれども、本当に皆さんのおかげで、キャスト陣も含めスタッフも含め、やっぱり信じていただけたっていうことでこの作品が出来上がったと思っておりますので、なんか本当にこの賞をいただけたことがなんていうのか感無量というか、私でいいのかなっていうのと、やっぱりたくさん映画を作るには本当にいろんな方々の力と、みんなそれぞれね、他の監督さん、他の23名の監督さんもすごく頑張ってこられた中で、選んでいただけたのは本当に感謝の気持ちというか、皆さん、スタッフのみんなに、と一緒にこの賞をシェアしたいです。はい、ありがとうございます。
さあ、深掘りしていきたいと思います。やっぱりその、ね、アメリカでずっとやられてきて、まあ、苦労もあったと思いますが、長い時間をかけて作られた作品であるということで、はい、まあ、大変な側面はいっぱいあったと思いますが、脚本作り、それから日本での現場の演出、まあ、キャメラワークも含めたスタッフとのコミュニケーション、どれが一番大変でしたか？そうですね、まあ、日本ではいくつか作品、ショートフィルムも含めて作品を前回何回か撮らせていただいてるんですけれども、やっぱアメリカと本当に全国こう、なんていうかな、こう流れというか、全てがといったあれなんですけれども、違うっていう、こう頭をこうちょっと考えを変えないと、うん、逆にこう問題児に監督の問題児になってしまう、うん、自分がいたりとか、うん、っていうのはやっぱり感じることはやっぱ日々ありましたよね、うん、なんていうかな、まあ、脚本をもともとこの作品自体、まあ、アイデアが浮かんのが2014年とか15年、最後のショットフィルムを作ってたぐらいに、こういうアイデアストーリーがあれば面白いかなっていうところから、インタビューを始めていって、で、私、昔、高校生の時にすごく仲良かったお友達が下半身不随、事故で下半身不随になって、で、その彼と一緒に、時、ね、お友達だったんで、時間を過ごすことが、アメリカに出発する前にずっと、仲良くさせていただいたんですけど、彼のことがふと浮かんで、その中で、まあ、ストーリーというか、構成を組みながら、最終的に何年経ちましたかね、うん、2、3年全部で4年間かかったんで、ね、資金集めも含め、うん、いろんな壁を越えながら、日本とのその、まあ、ごめんなさい、話が戻る、現場と、そうですね、アメリカの違い、基本すごく日本の私助監督さんってすごく素晴らしいなというか、なんか監督のためにすごく、まあ、スタッフ全員なんですけどね、うん、アメリカって結構ビジネスっていう感じでこう物事を運んでいくっていうのが一つのやり方なんですけれども、うん、なんか日本の映画制作っていうのはこう皆さんスタッフも助監督も特にそうなんですけど、本当に作品のことを考えていろんなアイデアを出してきてくれて、なんか、こう日本でずっと作ってたら、なんて言ったかな、すごくありがたい、もうなんか、あ、本当にこんなことまで、サジェッション、なんていうか、うん、サジェッション、教えてくださる、ね、映画のためにこうしたらいいんじゃないですかとか、アイデアとかいただけたりすると、まあ、なんか、本当に映画のこと考えてくれてるなっていう、うん、すごいありがたい気持ちになりますよね。そこがすごい日本の助監督の素晴らしさというか、うん、っていうのをすでに感じます。うんうん、はい、さあ、うん、もうフリートークですから、今言ったテーマはとても気に入って重要な点ではあるんだけど、どうも作り方の流れが監督として違うというようなことをさっき発言されたんだけど、そっちの方を聞きたいな。ああ、なるほど、はい、そうですね、まあ、映画ざっくりこう、まあ、制作の部分に関する感じで言うと、例えば助監督、アメリカの場合は本当にこう物事を動かす、先ほど言ったようにもうスケジュール通りに全部をこう、うん、もう何があってもその日の一日のものは制作するという、撮影するという、そういう形で皆さん入ってこられるので、でプロデューサー、本当に助監督とプロデューサーが同じ、 ほぼ同じ位置立ち位置というか、っていうところがあって、ある意味、ね、大きいプロダクションとかになると監督は本当に、ね、2、3本作った方でも助監督のことは本当にもう3、40本うんうん、ね、ファーストアシスタントディレクターって彼らする人たちの本当にこうプロフェッショナリズムというか、そういうのがやっぱりこうまたにそのなんていうかな、もちろんそこでサポートはしていただけるんですけど、また日本とは違う、こうちょっと機械的な、マシン的な
っていうのはアメリカのやり方、まあ、ハリウッドですよね、とにかくこなしていく。あとはやっぱユニオン制、先ほどもね、その著作権とかおっしゃってられた、私もその話もすごく気になってるところなんですけれども、うん、そのアメリカ時間12時間以内に絶対撮影しないとダメっていう、そういうルールがやっぱり厳しくあるので、そのためにどういう作品、どういうふうに時間を巻いていくかとか、日本の日本のっていうか、まあ、助監督、日本の場合の方はやっぱりカメラマンの方にね、早くしてくださいっていうのはなかなか難しかったりとかいうところを、アメリカは本当にどんどんこう巻いていくというか、うん、それでもやっぱりカメラマンの方たち、ギャハの方たちも照明技師の方たちも分かってて、こうもう本当に作品を撮っていくという、そういう傾向がほとんどですね。そういう感じで現場が流れていく、うん、だからまたこう味があるこういう作ってて、よしなんか作ってる感じがするっていうのは、やっぱり日本でこうみんなでね、うん、作品を作ってるっていう感じは、やっぱり日本がすごく私は大好きですね。ただこう終わった後に、あごめんなさいまた撮っちゃったいっぱいっていうこれ残していつ撮る、直す、いつか撮れるみたいな、そんな感じにもなってしまうんですけれども、はい、はい、他の監督ぜひこれ聞いてみたいみたいな質問があればどうぞ。逆に私がこう質問したいですけども、大丈夫ですか。どうぞ。いや、もうね、本当に監督たち、皆様の作品も私も拝見させていただいて、もうなんか、もう大笑いの時代劇とか、すいません、なんかもう本当にね、中村監督、本当に元木監督、皆さんの作品とか見させていただいて、でももう本当に撮ってる量が、撮影されてる量がすごいじゃないですか。どんな感じです、逆にこう現場がね、回ってるというか、 ね、もちろん、ね、経験もされてるのもあるんですけど、足立監督のなんかもう、どこで終わるんやろっていうリストがある中で、どういう感じでこう日本のというかこう作品を作っていく、例えば時間、ね、期間であったりとか、一日に撮る量であったりとか、どんな感じですかね。すごく気になります。じゃあいいですか。はい、これ、はい、お願いします。これちょっと松島さん、これ進行全然フィルムメイキングの話に一回行っちゃってもいいですよね。それで、いや、全然いいですよ。また作品に戻ってくればいいですよ、はい、今ちょっとですね、なんでコロナ禍でこれをやってるかって話なんですけど、その、うん、ちょうど僕、去年からずっと、コロナ禍関係ないんですけど、コロナ禍じゃなくって、未来の、その、働き方、日本映画界の働き方改革みたいなのを、経済産業省と、あと、東宝とか東映とか松竹とか、映連各社で、なんとかならんのかと。やっぱり、そういう光さんに当たったスタッフって、結構本当やる気に満ちたスタッフだと思うんですよね。で、その中でも、やっぱ過酷すぎると、どんどん若者が入らなくなっている事実があって、ね、で、はい、なんとかしようかって言って、まあ、ある意味、なんですかね、やりがい搾取的な現場にもなっているので、アメリカの12時間とか、韓国の12時間とか参考にしながら、日本映画界も、そういうふうに現場をしていきましょうみたいな話をずっとしているんですけど、うまくいくのかどうかっていうような感じで、光さんのおっしゃったみたいな、そのスケジュールガチガチで12時間でやって、みんながそれに向かうプロフェッショナルに日本人の映画屋さんがなるかどうか分かんないんですけど、やっぱりなんかそうですね、ちょっといろいろお話してればなというか、うん、実際どうなんだろうと思ってたら、今ちょろっと光さんがちょろっと言っただけで、ああそういうことなんだっていうの、すごいなんか納得いくところがあったので、私もやっぱりそれに関しては、
すごく、まあ、気になってるというか、日本の、あの撮影ですよね、先ほどおっしゃられた若い子たちが入ってこない、それは本当に20年前からプロデューサーの方も含めて給料があんまり変わっていないというのも一つの問題だと思うんですよね。で、私実はその日本に、まあ、私も一つの、まあ、お皆さんなんかどっかでお役に立てたらいいなっていう一つのあれもあるんですけれども、その日本12時間以内で撮る、であとはやっぱりやっぱ、ね、12時間現場でしてたら、それにこぼれる残りの2、3時間は制作部の人たちはもっと働くわけじゃないですか、運転して。やっぱり危険であったりとか、この間もハリウッドで、知り合いの、撮影監督の方が亡くなったんですけれども、それは本当にね、銃で、はい。それは本当に完全にミスなんですけれども、例えば運転であったりとか、こっちでも、ユニオンの方たちが、ちょうどストライクを起こすか起こすまいかっていう、そういう瀬戸際だったんですよね。照明技師であったり、それはもうメイクアップ、編集、照明技師、本当に皆さん、カメラマンも含めての操りっていうところが、ストライクを起こす寸前で、まあ、ちゃんと戻ったんですけども、やっぱりその、映画、会社があって、やっぱりすごくね、もちろん売り上げもあるのに、それがやっぱ流れていってないっていうのがなんでかなっていう、一つの、それがやっぱり、うん、で、私のお友達でもやっぱり監督で、脚本を書いて監督して、ね、やっと制作が、ね、商業作監督としてやっていけるっていう立場になって、でもなんかどうしてもこう取らせてあげてるんだからっていう、そういう話をよく聞くというか、さ、なんか、ここまで来るのにやっぱり皆さんもすごくね、経験されてるので、大先輩なので私が言うあれでもないんですけれども、やっぱりね、1作目2作目撮るまでにやっぱり私たちもすごく時間をかけて、愛情を持って熱意を持って作品ができて、でなんで日本の場合は監督が結構こう、まあ監督だけじゃないですけど、なんかこう、あんまりこう、待遇がいいっていうというか、まあお金の話になると、そういうね、どこにどうなってこうなってるのかなとか、例えば映画、ね、アメリカの場合なんですけど、例えば DGA、私も DGA メンバー、アメリカの協会に入ってるんですけれども、例えば流れて、観本数流れて、一定の額が超えたら、監督にお金が入ってくる、プロデューサーにお金が入ってくるっていう、そういうシステムがこっちにはもう出来上がってるんですけれども、それがやっぱり日本にはまだ、まあ、ないっていうのも、ね、どうかなっていうのが、すごく考えないとダメなところだし、あとはやっぱり、すごく私、照明技師さんの方とか、日本で仲良くなった時に、こう、聞いていると、こうね、やっぱり国からのサポートもないし、映画、もう本当に日雇い状態だから、っていう、話とかを聞いてると、なんか、ね、毎日、なんか本当に体力を使って頑張って、本当に映画が好きで頑張って、一緒に行っていただいてる人たちの、普通に将来が私が、なんか気になってしまったりとか。大丈夫かな、なんかサポートできないかなっていう、すごくそれは常に感じますね。日本の、だからもっともっといい作品を作っていく、もっともっと日本の題材とか監督、素晴らしい方が日本にはたくさんいるのに、やっぱりそのお金の問題であったりとか、その時間、撮影できる時間の短さであったりとか、まあ、それとも時間がないからこの2週間で1週間で撮ってくださいっていうそのルールであったりとか、そういうのがなくなったら、もっともっと監督たちがクリエイティブなエネルギーを使って、もっともっと素晴らしい作品ができるんじゃないかなっていうのは、はい、常に思いますね。なので、ぜひ何か、どこかで一緒で、ね、サポートできれば。いや、本当に今のその状況っていうのが、はい、エザキはどうでした、カメラマン。エザキさん。簡単ですね。そうですね。いや、素晴らしい方だと思うんですけど、思います。なかなかやっぱりこう、日本の、それ、江崎さんだけじゃなくて、多分ね、
初めて初監督の人たちであったりとか、あのこれね、あの日本だけじゃなくて海外もそうなんですけれども、やっぱりどこかでこう、なんていうかな、こう、まあ、チャレンジ、まあ、私もこだわる、すごくこだわる人間なんで、映像一つ一つもこだわる人間なんで、すごく、なんていうかな、もちろんそれはアーティストの方たちもみんな集まってね、カメラマンも皆さんも集まってやっていく中で、こう、なかなか、こう、初めましてでいきなり撮影ってなると、やっぱりどこかでこう、食い違ってくるところが、最初の頃はできてくるんじゃないかなっていう、すごく思ったりするし、その中でね、本当にこう、何が一番この映画にとってどのショットがいいかとか、そういう、こう、なんていうかな、語り合いから、こう、もう本当カメラの撮り合いから、それは日本だけじゃないんですけども、やっぱり、ね、いい意味で、でも本当に作品としては、江崎さんにも本当に素敵な映像も撮っていただいて、いい勉強になりましたね。うん、すごくいい勉強をさせていただきました。あとはやっぱり、日本のっていうか、すごくよくそれは、私も37セカンズだけじゃなくても、他の作品でも経験して、それはアメリカの、で、初めて長編を撮ったお友達も体験するんですけど、やっぱり試されたりするところが、女性で、特に女性監督はあるんですよね。これは残念な事実なんですけれども。うん、なんかやっぱりその、初めまして、女性であって、こう、なんかこう、なんで、すごくそこが、もったいないなっていう気はしないでもないですね。うん、作品を作ることによって、この作品は私たちの子供だから一緒にね、うまくいけばいいんですけど、なかなかこう、アメリカでも、こう、助監督に試されたりって、こう、泣いて帰ってくるお友達とかも結構いらっしゃいますね。うん。元木さん、どうですか？はい。今伺ってて、そうは言っても、やはり、光監督は、いろんな分野で、スタッフたちを引っ張ってこられたと思うんですね。で、一つ聞きたいのは、いろいろ時間通りに、スケジュール優先で、やらざるを得ないアメリカの中で、どういうふうに戦われてきたのかっていうところですかね。うん、あとは試された時にどう対応されて、乗り越えられるのかとかね。はい、そうですね。笑うしかないですね。笑うとなんとかなりますか？笑うとなんとかなります。なんて言っちゃうと、ね、なんで笑ってんねん、ヘラヘラって言われる方もいらっしゃるかもしれないですけど。負けないような気持ちっていうか、メンタルですか？そうですね。もう基本メンタル。でも、それはなんか私自身がアメリカに、一人で、渡米し、18歳、高校3年生で、アメリカのユタ州っていうところに行ったんですけれども、本当にそこは、白人が 99%、アジア人はほとんどいないっていうようなところで。お酒飲めないところですね。お酒そうですね。飲めないですね。はい、ビールもすごくアルコール度が少ないところです。モルモン教が、はい、いる町なんですけど、の聖地なんですけれども、やっぱりこう自分がそういう、常に自分がマイノリティでこう生きてきたっていう、まあ、37セカンズを作って、先ほども皆さんマイノリティの方が主人公でっておっしゃっていただいたときに、結構自分がマイノリティだったなっていう人生の半分以上、うん、マイノリティとして生きてきて、今でもやっぱりそれを肌で感じることもすごくありますし、このハリウッドの中で。でも、自分らしさっていうものは絶対忘れちゃいけないなっていう。例えば英語が 100% じゃなくても、どっかで私っていうものを、こう光であったり、私っていうものを前に出せて皆さんがそれを喜んでいただけたら、うん、それはやっぱり、こう自分の肥やしにもなるし、他の人たちに、なんていうかな、のエネルギーにもなっていただけたらなっていうのがあるんで、こう、何があっても、こう、そうですね。これ自分に与えられた試練というか、自分が次のレベルに行ける、うん、チャレンジ、ピンチはチャンスっていうのを常に頭に
あるような気がしますね。だから難しいことがあって、ね、あのやっぱり、まあ、本当に死にそうな思いしたことも何度かアメリカでもあるんですけど、それはもう人種差別だけじゃなくて、そういう時にこう自分がその瞬間に何を感じるか、どういうふうに行動するかとか、じゃあ隣にいる人にどういうふうに接してあげればいいのかとか、そういうこととかも全て含めた時にこう自分が少しずつ成長できる、これはチャンスを本当に宇宙神様から与えられてるのかなっていう、そういう理解をするようにはしてますね。それは最初からですか？そうですね、最初は、いや、昔はやっぱり結構がむしゃらにも、なんかもう本当にもう、やる、いや、もうさっきも言われたと思うんですけど、本当にこう、やってやるじゃないけども、絶対成功して帰ってくるじゃない、絶対成功するっていう、そういう意識がすごくあったんですけど、映画制作を実は初めて、それがやっぱちょっとずつ変わっていったというか、もともと映画監督になるって、思ってなかったっていうか、本当にこれは、与えていただいた本当にご縁だったなってしかないんですけれども、映画はもう大好きで、それこそ、うちおばあちゃんが私おばあちゃん子だったんですけども、おばあちゃんが本当に時代劇とか、もうね、釣りバカにしとかもそうですけども、おじいちゃんも釣りバカにしが大好きで、もう特に時代劇とかで、大阪の下町で、常に流れてる状況で育ってて、で、まあね、自分自身は本当にその舞台であったり、昔、松竹芸能に子役にちょっと入ってたりとか、ミュージカルやったりとか、こう合唱団に入ってたんですけども、そういうパフォーマンス、自分の声を使ってこう演じるっていう、まあ演じるというよりもあれですね、歌うっていうことが大好きだったんですよね。で、そこからこう、気がついたら、まあハリウッドに憧れて、ハリウッドに行って、本当にカメラ、女優になりたい。パフォーマーになりたいっていう気持ちがあって、大学でもそういう勉強をして、舞台芸術とアートと、あとはコスチュームデザインとか、衣装のデザインとかも勉強したんですけども、その延長上に最終的にあったのが、なんか映画制作という形で、で、アメリカに、ロサンゼルス、大学、ユタ州で大学も行ったんです。高校行って、その後ユタ州で大学行ったんですけども、そこで、まあ、シアター、ダンス、ファイナーズ、芸術とアートと、アートとダンスと音楽と、舞台芸術を勉強したんですけども、その後、ロサンゼルスに来て、ビザがない時、お金がね、生活をしないとダメなんで、母からいただいてカメラで写真を撮り始めたんですよね。それがきっかけでカメラマンっていう形になって、で、カメラっていうのがすごく自分の中で、なんか、また違う、ね、油絵でこう、一作品に1ヶ月かける時間ではなくって、この瞬間に撮るその人々の瞬間っていうのをすごく私は、なんで楽しいんだろうってすごくこうエネルギーをもらったというか、それからで大学も、でもね、20代後半になって、でもこのままやったら私多分もう、すぐ日本に帰らないとっていうか、こう、あんまり結局こう、いろんなことは体験としてはさせてもらってお仕事にもなってたんですけど、なんかもっとしたいって思った時には、その先にあったのが映画制作。で、まあ、USC っていうところがたまたま家の近所にあって、USC がどういう学校かも全くわからないまま、とにかく受けてみようと思って受けて。すごい。いや、すごくないですけど、本当に、もうそんな状況で受けて、でも入ったはいいが、学費は1年目しか払えないっていうことに気がつき、これはどうしようみたいな、っていう形で、本当に学校の、先生のアシスタントとかをしながらやってきたんですよね。で、カメラマン、本当、卒業した時も、カメラマンで仕事をする方がやっぱりお金、ね、やっぱり監督っていうのはすごく大変よっていうのを、もう入学式の時に先生にいきなり言われるんで、USC っていうところ、生徒に100人向かって、監督になりたい人手を挙げて、みんながあって50人ぐらいたちだと、この中で監督として生きていけるのは2人だけだからみたいな感じで、他に手に職つけてねっていう感じで言われて、あ、これはやばいなみたいな感じになったんで、で、カメラマンっていう形で、いろんな作品を撮影させていただいて、で、本当に卒業した時もその感覚でカメラマンとしてやっていく、アシスタントとしてやっていくっていう意識があった中で、
つや子っていう卒業制作をすると全てが変わったんですけれども、うん、なんかごめんなさいね、なんか話がどんどん長くなってきましたね。いや全然、ひかりさんのストーリーを聞くのがテーマですから、はい、大丈夫です。ありがとうございます。で、そうですね、なんかその映画監督に、監督としてその瀬谷子っていう卒業制作を作った時に、それもまあ、ある意味マイノリティ、ね、同性レズビアンの女性の話で、戦後に、まあ、うち実家が鉄工所を祖父母が営んでたんで、その姿を見ながら、まあ、出てきたアーンがそういう題材だったんですよね。で、その時の、もううちのおばあちゃんはすごくもう男のような、男性のようなパワフルな方だったんで、もう全然こう、逆に言うと、本当おばあちゃんがこう一家の大黒柱みたいな、ジーパン入って、もうすごく本当に見かけも男性のような方だったんですけども、彼女のこう話とかを、人生の話とかを聞いてる中で、出来上がった作品がつや子で、その作品を持って、こういろんな世界中の、まあ本当に小さい画祭から全て回った時に、映画が与える影響力ってすごいって、すごく感じたんですよね。すごく今でもイタリアの小さい映画祭で、トリーノっていうところなんですけど、トリーノ LGTB 映画祭っていうところで、終わった後にもう何人の方も並んで、ある一人の男性が来られた時に、50歳ぐらいの方だったのかな。もう号泣しながらも、もう、今から家に帰ってカミングアウトするっていう形でお話をしていただいて、で、それがそこだけじゃなくって、本当にいろんなところで、いろんな方に声をいただいたときに、ああ、なんか、ある意味一つのこう、インスパイアすることができたなっていうのがあって、あ、これはじゃあ、監督ということが、ひょっとしたら私がフォーカスするべきなことなのかもしれないっていうところから始まりました。なので、だから映画自体はもう大好きで、見るのが大好きだったんですけど、まさか自分が作り手になるとは、本当に高校時の自分、高校生の自分を振り返ったらまさかっていう感じではあるんですけども。ですね。だから自分が、作る作品はやっぱりそういう、まあマイノリティ、本当に今書いてる脚本もマイノリティのお話なんですけれども、やっぱりそういうところ、まあ自分がそのうちの一人っていうのもそうだし、知らない、こうどうやったらこう世界に貢献できるのかな、世界平和とか皆さんがね幸せに生きる人生をどうやって作ればいいのかなってふと思った時に、やっぱり理解し合えると、右にいる人が全く知らないからどうでもいいだと、ね、それはそれで終わっちゃうけど、右にいる人が全く自分とは違う人種であったり、自分とは違う環境、ね、フィジカリティ、体のことも含めて違うけど、理解ができたらそこで愛は生まれるんじゃないかなってすごく思うんですよね。ということで、なんとなくこう気がついたらこうね、マイノリティと言われているような、こう普段見てるけど気にならない、気になってないからどうでもいい人たちを、こう人どうでも言ってたあれですけど、ね、普段、まあ、お友達いなかったりっていう人たちをフォーカスすることによって、なんかもっと輪が広がっていけたらなっていう思いはあって、常にマイノリティになってるのかもしれないですね。はい、素晴らしい、素晴らしいじゃないですか。はい、はい、ここで遅れてですけれども、はい、この東京国際映画祭のプログラミングディレクターである市山さんが駆けつけてくれました。ご紹介します。一言よろしくお願いします。すいません、そこちょっと他の映画 の Q&A の司会をやって今終わったところで、本当途中で何も話が見えないました。光さん、覚えてらっしゃる、なんか2年前ぐらいの東京国際 の、はい、パーティーの会場でドタバタした中で一回ご挨拶を、まあ、あなたはフィルメックスのディレクターでしたけど、もうそれ以来もう本当にちょっと今回残念でしたね、なんか帰国できなくて、そうなんですよ、ね、本当に皆さんにお会いしたかった、まあ、いやでも本当に素晴らしいですね、その後 まあ、活躍で映画のその、ね、いろいろ受け入れられて、で、まあ、しかも監督協会の新人賞ということで、本当に何かものすごい素晴らしいデビューを飾ってらっしゃるというふうに思いましたけどね。ありがとうございます、なんかこれベルリンのお話とかでもうされたんですか、なんかその話は。
まだしてないです。まだ、うん、いや、はい、いやこれ、あ、まあ、いいですか、僕話して、なんか、あの、すみません、あの、話の流れに突然乗らないといけない。いや、もしね、あの、話してなかったら、いや、この作品、あの、本当に、あの、すごく、まあ、ある種、こう、まあ、もちろん実力も幸運も両方あるということだと思うんですけど、あの、ね、あの、作って、で、ベルリン映画祭に、オファーしたの、まあ、パノラマ部門っていうところに入って、あの、前、ちょっと僕、実は、あの、プロデューサーの山口さんとですね、あの、アシスタントプロデューサーの関口さんが、東京芸大で講演された時、司会やったんで、その時に、いろいろ詳しいお話聞いたら、本当に、ものすごい、まあ、幸運にも、いろいろ恵まれてというようなことで、なんか、ベルリンのパノラマに選ばれて、で、それで、あのセールスエージェントというか海外のセールス会社がこう決まっあのフィルズブティックというところが決まって、でさらにこうあの観客賞を取ったということでネットフリックスからオファーが入ってというですね、なんかちょっとこう夢のようなというか、あのみんなあのこうなったらいいと思うけどなかなかできないことがこの映画にこう次から次へと起こったというあのお話を聞いたので、それはもうみんなから祝福される映画だろうなというふうにあの思ったんですけど、あのその辺 の, あ の, このなんか、ね、あの映画祭の展開というのはあの光さんの方でどういうふうに見てらっしゃいました？うん、なんかそうですね、うん、ま、自分ショートフィルムをあの今まであの4つほど作ったんですけれども、それで、ま、映画祭を回りながら、ま、自分があの、ね、はもちろんこう憧れる映画祭があったりとか、はいはいはい、ね、でもやっぱりそういうところにはなかなか入れなかったりとかっていうのはもちろん、いろいろ経験しながら、でもなんかこう長編映画を作った時は、まあ、映画祭を狙うっていう感覚は、まあ、もちろん入ればいいな、もちろんですけどね、入れば嬉しいなっていうのもあるけど、まあ、そこはあまり考えてなかったにしろ、まさかベルリンに入るとは思ってなかったというか、はいはい、うん、でもなんかこうショートフィルムの時は今でもリストがあって、あのよくお友達とかにシェアするんですけど、まあ、こういう映画祭が世界中にありますよ、こういう作品をフォーカスする映画祭っていうのは、まあ、常に意識はしてたところはありますね、うん、だからその分でこう、まあ、第3、ね、映画祭に入れたらもちろんいいし、でも一番あの締め切りが近かったっていう。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。もう本当にギリギリ状態で作って、とにかく、じゃあ、まあ、サンダンスがあって、はいはい、サンダンスには入らなかったんですよね。サンダンスは。それも聞きましたね。サンダンスは、ね、あの応募して入れなくて、でもベルリンに入ったという話は聞きましたけど。そうだったですよね。でなんかね、僕の知り合いの人が、あのなんかベルリン在住の人がなんかこう見に行ってですね、僕は実はあの申し訳ない、ベルリンであの忙しくて見れなくて、あ後で見たんですけど、そのベルリンであの見た人がなんか、ね、ものすごい盛り上がりですごかったで、これ何か撮るんじゃないかみたいな話を聞いてたんですね。なんかその上映の時というのはどんな感じだったのかっていうのを、もし覚えてらっしゃったらこうちょっといらっしゃることがあって、はい、あ、そう、なんか嬉しいですね。もう涙が出てくる。もともとは5回上映っていうことで話は伺ってたんですけれども、ま、チケットが、毎回完売して、ね、ベルリンの映画祭ってこう、チケットが、上映会がある2日前にチケットが売り出されてるんですよね。そうですね。はい、うん。だから結構こう、本当にこう、皆さんチケットの、観客さんの人もどの映画を次見るかっていう感じで、なんか街中が盛り上がってるっていうイメージがすごくあったんですけども、そういう形でこう、まあ、チケットがソールドアウトしていくためにこう、まあ、映画祭側からちょっとまたもう一回開けましたんで、もう、ね、上映しプラスしますかっていう形で最終9回上映したんですよね。すごい回数ですね、はい、うん、ありがとう、本当にびっくりしてありがとうございますっていう形 で、その中でこうまあ本当にこう映画を、ま、毎回私はだからずっと残って常に Q&A に参加して、っていうのは山口と一緒にやりましたね。メイちゃんとかね、女優さんの皆さんはメインの人たちは皆さん最初の3日か4日ぐらいかな、はいはい、で帰られたんですけれども、でもあとは映画を作った映画を売らないとっていう、なんとかしないとっていう思いがあったんで、本当に走り回ってどうなる、誰かもうヒヤヒヤドキドキの、あ、そうですか。はい、最初の1週間ぐらいはそんな感じでしたね。でやっぱり、まあ、観客賞をいただけたっていうのは本当に大きかったと思いますね。で、その、うん、劇場公開っていう話も、劇場で配給っていう、はい、まあ、ヨーロッパ、フィルムスボーティークはヨーロッパの会社なんで、っていう話も出てたんですけども、まあ、ネットフリックさんからオファーが来た時は、はい、
で、まあ、主人公の女の子は車椅子女子っていう話ももちろんあったんで、やこれ本当に私の私もそうなんですけど、やっぱり映画館に行ける人たちが少ない、はい、あの障害を持たれてると ね、はい、そういう、うん、映画なかなか本当に東京もすごく、車椅子の人たちにはもっといい映画館を作ってくださいってすごく思うんですけど、なかなかどんだけ大きい、シネコンでもなかなか車椅子で入れなかったり、こうすごくあの社員さんというかこう、ね、働かれてる方たちの態度、はいはい、ちょっとこうあんまりこう良くないというか、どういうふうに使ったらいいか分からないっていうことがあったりするみたいなんですけど、まあ、Netflixということで、ね、どこにいても見れるっていう、そうですね、それはありがたいというか、はい。そうですね。まあ、あとは、これはまあ、ちょっとプロデューサー的に発想ですけど、なんかその金額が、なんかほとんど制作費をなんかカバーするから、ものすごい金額だったというような、ちょっといくらかはあのお聞きしてないと、なんかすごい助かったというお話をなんかお聞きしましたけどね。はい、もう本当にこの辺はもうちょっと大阪人なんで、最後までギリギリまで、あ、粘ったんですね、それじゃ無理です、粘ります、それじゃちょっと無理ですね、なんて言いながら、はい、あとただ、あれじゃない、なんか日本の公開の、まあ、いわゆるこうイニシアチブというか、それに関してはこうなんかキープしたというふうに言ってらっしゃいましたね、要するにかいきなりこうポンと。ネットフリックスでなくて、うん、劇場公開からこうな、まあ、何ヶ月か経ってというようなことは言ってらっしゃいますね。そうですね、うん、だからまあ、本当にそのまあ、オファーしていただいた金額、まあ、そこで、ね、最急会社、あ、ごめんなさい、セールズエージェントが入って、ね、20% とかいろいろあるじゃないですか、もうでかいだりとか、でそれを考えてるとこれではこの金額をいただけたらいけますけれども、これが無理だったらすいません、日本、まあ、例えば日本であったりアジアの配給はオープンでしていただかないとリクープできないので、それが OK じゃなかったらすいません今回はっていう形で、もう結構こう瀬戸際まで、うん、やってましたね。その交渉で光さんがやられたんですか、うん、ね、いや、交渉自体は、うん、直接ではないですね、交渉はセールスエージェントが、セールスエージェントが交渉したんですね、はい、ではい、セールスエージェントの方は本当にもう早くイエス言ってくださいっていう感じだったんですけど、私がなかなか降りなかった。あ、まあ最終的にはやっぱこう、いやいや皆さんに監督にとですね、まあ、でもはい、山口と一緒に話して、ね、はい、まあ、でもそれはいいですね、それなんかやっぱり、ね、出していただいた NHK さんにテレビの放送権を打ったというか、プリセールで前売りで、はいはい、させていただいて、もう本当にありがとうございますなんですけど、後の出資はほとんど映画業界ではない方たちから出資していただいたんで、そうですね、はい、なかなかこの作品は壁が門が分厚く壁が高く、ね、なかなか映画業界の方たちから、はい、そうですね、あれだったんで、うん、一般の方たちっていうので本当に私の高校大学、ね、お友達からっていう人たちのオファーを支援していただいたんで、とにかくもう返すことが必死、まずそこからっていう、そういう感覚で、はい、粘りました。あ、そうですか、はい、はい、まあ、プロデューサーでもある市山さんですんでいろんな話も聞けて、ということですが、まあ、コロナ禍が続いている状況での、まあ、アメリカでの例えば光さんが準備してたり実際に制作したりする上で、何か大変だったこと、感染症対策も含めて何かあればお話を聞かせてください。はい、コロナに実は3月、2020年ですね、37セカンズが公開されたのが2月だったんですけれども、うん、本当に、1ヶ月オープンするか劇場がオープンするかしないでコロナが始まって、うん、もう本当全部シャットダウンという形で、うん、なった中のうちの一つで、3月に、まあ、今アップルで配信されているのはミスター・コーマンっていう、ジョセフ・ゴーン・レヴィットっていう、うん、役者さん、男優さんが大好きなんですけど、彼が監督 のテレビのシリーズを撮る予定だったんですよね、はい、監督させていただく予定だったんですけど、うん、コロナが始まる、まあ、ハリウッドがシャットダウンする
木曜日、月曜日から始まるんですけど、その金曜日にシャットダウンしちゃって、そのお仕事が流れてしまい、はいはい、であとはまあもう一つ長編映画も入ってたんですけど、それも残念ながら撮影することができなくなったりとかして、うん、で1年間はだからその間もとにかく次の作品で座ってるだけも、じっと待ってるだけでもあれなんで、とにかく次の作品の、まあ、アイデアであったりとかっていうのを、うん、まあ、企画ですよね、うん、をプロデューサーの方たちとお話しして、まあ、制作会社を配給、ごめんなさい、決まったのかな、ちょうど1年前に決まったんですけれども、はい、それとあとは、まあ、テレビシリーズの案であったりとかっていうのを山奥で、うん、キャンプをしながら山奥で、うん、テントの中で書いてたりしながら、うんうんで、そして今年の1月から、東京バイスっていう、はいはい、アメリカの、HBO Max っていう、配布じゃないね、あれは、配信ですね、はい、あるんですけれども、それの作品に携わっていただくことができて、その時は本当に、まあ、大きなね、制作、プロダクションで、もう200人ぐらいの人たちが働いたんですけど、本当にもう前2日に1回絶対テストをして、はいはい、でアメリカはその先ほど言ってたそのユニオンであったりっていうのがあるので、ルールがすごく厳しいから、うんうん、ほとんどもう現場以外はもうどこにも行かないっていう、そういう状況を常に保って、うん、作品を、4ヶ月ですね、1月から4月5月の頭までしてたので、それの2話を担当させていただいたけど、やっぱなかなか難しいですね。難しいって言ったらですけど、うん、なんか制作自体はすごく大変、アメリカもそうなんですけども、やっぱりすごくみんな慎重になってるところもあるし、ただこう、まあ、でもなんかこれがあったから、ある意味アメリカもそう、アメリカは、こう、改革じゃん。じゃあどうやってうまく、もうこれを無視する、コロナを無視することはできないから、うん、じゃあどうやって一緒に制作して、どうやって一緒に頑張っていけるかじゃないけれども、はいはい、そういう考えは常にこう制作側も、私、まあプロデューサーとしても監督もそうですけれども、そういうのは常に考えるようにはなりましたね。なんか、あと、まあ2年、あとこういう状況が、例えば1年、2年ね、やっぱり続くと思うんですよね。でその分やっぱりその PCR テストとか、ごめんなさい、プロデューサー的な話なんですけど、 PCR テストとかするとやっぱりお金もかかってくるっていう、うんうん、そういうところで、でもそれは絶対必要だし、やっぱりそれはやっぱりスタッフの、ね、命もかかってくるっていうのもあるので、そこはこう、じゃあどこを削りながら、どこをどういうふうにやったらうまくいくのか、今ある脚本をそのまま思ったように伝えるには、じゃあどういうふうにしたらうまくいくのかっていうことかもやっぱり考えたりするのも一つのこう頭の体操じゃないけれども、うん、っていう、うん、でもやっぱ大変ですね、コロナはなかなか、はいはい、例えばその東京バイス 2話を担当されたっていうのは日本でも撮影したんですか？はい、そうなんですよ、うん、日本で去年のそうですね、12月に日本に帰って2週間隔離して1月から、うん、撮影準備に入って、で撮影自体は3月4月5月4月かな、4月の半ばぐらいまであったんですけれども、全部東京、ほぼ東京で、はい、コロナの影響で撮影自体は伸びましたか？撮影自体は、うん、いや伸びてはないと思いますね。そのあたりはもう本当にハリウッドのシステムを日本に持ってきたっていう感じで、はい、もう撮影日数は1話、まあ、2話を一気に撮るんですけれども、うん、それで23日であったりとかっていう、そういうブロック、アメリカブロック、ワンブロック、ツーブロックっていう形でやっていくんで、うん、その、中で撮り切るっていう。うん、っていうのもありましたね、うん、だから撮影に関しては、一回中に入ってしまったら、あとは本当にもう本当にその何を撮影していくかっていう、もうそこだけにフォーカス、うん、することが、うんうん、できましたね。でも、はい、それはもう編集も終わって、もう配信されてるんですか？
いや、配信はね、まだなんですよ。来年の3月っていうお話は聞いております。はい。わ、はい、かりました。足立さん、何か質問なり、ご意見があれば、いかがでしょうか。いや、聞いてると、うん、まあ、監督協会でも今問題にしてるんだけれども、映画作りあるいはメディアがいろいろ多角化し広がっていく中で、うん、映画監督の仕事っていうのは威張って映画監督をやってればいいだけの時代からはるかに遠くなって、今光さんが話してる経験ね、聞いてるともうプロデューサーとか配給担当まで自分でやってるんじゃないのかというぐらいに総合力が問われて、その中で、もうとにかく負けてられないから目いっぱい力を発揮してるっていうのが片一方で明らかになって、まあ、これはアメリカでまずコロナの後の映画制作の改革にも関わる方じゃないかと思った。あるいは早く日本映画監督協会に来てですね、日本の映画作りの新しいまずユニオン作りから始めるのか、あるいは総合的に映画作りのシステムそのものを一回実験的に新しい力でやってみせてモデルを作ったらどうかという具合に思ったりしながら聞きました。非常に強い力を持ってますね。ありがとうございます。いや、ぜひお役に立てれば。でもやっぱり映画自体がそのハリウッドがビジネスっていう形でちゃんとなってるのはやっぱりそのルールであったりとか、ちゃんと監督、助監督、皆さんにちゃんとした報酬であったりとか、ね、保険もそうですよね、であったりとか、最低限のところがやっぱりしっかり組まれてるっていうのがビジネスになるちゃんと本当の一つの確率というか、そうですね、最低限ユニオンの、持ってるベーシックインカムをきちっと保障するという、日本ではもうとても実現まで何年かかるんだろうというようなところが、そういうプロデューサーシステムをはじめスタッフは全部何々ユニオンに所属してやっていくという基盤が映画作りを健康にしてるんですね。日本は今やっとそれをやらないと立ち行かないというところまで来てます。ですから参考にはなるんじゃないかなと思います、うんね。中村さん何かありますか。さっきやっぱりちょっとお話出ましたけど、お金の循環なんですよね、本当に、それが回らないと、要はアメリカと同じように近づけようと思って、今のところ13時間ぐらいかなって、なんで1時間多いんだって話なんですけど、13時間ぐらいにしようかみたいなことを折り合ってそういう話になってるんですけど、まあ、これはさっきちょっと光さんおっしゃられたみたいな、制作部も全部入れて13時間ぐらいでってなってて、その前って、ぶっちゃけどんぐらいだったんだったら、20時間届くぐらいまで、言ってる作品もあったりとかしたんですよね。で、それで12時間はきついから13時間かみたいな話をしてたんですけど、だけど誤解するとそれは急いで撮ることになっちゃうんで、普通の撮り方をしなければいけない。そうすると日数が伸びる。日数が伸びるってことはお金、制作費を何パーセントか 10か20% かっていう予算が上がるっていうことが成立しないといけないので、そこをながら出資者でお金出してくれる方込みでどうか助けてくださいっていうのが、ちょっと現場を助けてくださいっていうのが分かるようになればいいなと思うんですよね。だから、こうすればどうですかみたいなのを、アメリカに行ってでも、日本映画監督協会支部として光さんになんかちょっとお知恵をお借りできればなと。思いますね。はい、もう全然こんなんでよければ使ってください。でも例えばその本当にオープンにぶっちゃけ話すると、例えばその映画会社があって、映画日本の場合はね、映画大企業の映画会社がありますよね。それが配給会社であって、制作会社であって、劇場も持っているっていう現状が日本にもあって、でそれはアメリカでは
で今でこそネットフリックス、アマゾンが出てくる中で、じゃあ同じ傾向にはなってきてる中でも、彼たちはまあ劇場は持っていないということで、アメリカでは本当に1960何年には、法律的にダメになったことが、やっぱり日本では今でも起こられることなんですよね。だからその、じゃあお金の循環もちろんそうなんだけど、じゃあどこに行っていくか、ね、制作、じゃあ配給もして、出資もして、制作もして、劇場も持ってる人たちが、なんでお金の削減でやってるのが、ちょっと私は普通に理解ができないというか、っていう。で、なんていうかな、もちろんね、これ今後を、この先を見たときに、これから配信っていうのは絶対こう必ずもっともっとアメリカは特に今すごいんですけど、やっぱ配信ユニバーサルピクチャーはピーコックがあって、パラマウントはパラマウントプラスがあってっていう形でどん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 配信が増えていく。それは必ずしも必ず日本にもやってくる時が来ると思うんですよ。でも日本はやっぱり映画のチケット劇場もそうなんですけれども、実はすごく映画を愛する人たちがたくさんいるんですよね。だからすごく世界でもトップ5に入る映画市場はある中で、そんなに売れてるはずなのになぜ映画を作ってる人たちに回っていってないのかっていうのが、ね、本当に最終的には誰なんですよ。なんか、まあ、ごめんなさいね、そんな話をしたところであれなんですけど、でもなんか、どっかで。なんだけど、デタラメですよね、日本の映画制作会社、配給会社、劇場も持ってるって、この人たちが独り占めしてるだけでしょ。だからそういうことを言わないで、こういう言葉を吐かないで、どういう具合に改革するかっていうのが、今、最も切実にね、問われてる、うん。ぜひやりましょう、一緒に。やりましょう。本木さんどうですか、ね、何か。はい、足立さんがおっしゃったやっぱり光さんは総合力でアメリカの中で、成功していると思います。それから、確かに日本の超大手、映画会社が、まあ、ほぼ独占しているような状態の中でなぜ、作り手に循環していかないのかというのも非常に大きい問題だと思うんですけど、まあ、体感して僕も松竹の、社員監督でしたから、思うのはやはり、まあ、興行成績ですよね。そこから逆算すると、このぐらいしか、かけられないという、常に逆算されて、それからなかなかこう、前例から脱却できないというか、冒険しにくいような、状況にあるっていうのも一つあるのかなというふうに思います。まあ、光さんぐらい、本当に強いパワーで、打破できる映画、まあ、プロデューサーでも監督でもいいんですけども、いらっしゃればいいなと思いますし、それから、コロナ禍における現状から言うと、まあ、相変わらず、まあ、ライブエンターテインメントはもう非常に深刻なんですけれども、映画館にもなかなか人が戻ってきてない中で、今すでにもう配信会社によってスタッフたちが長期、まあ、拘束してもらって、なかなか今映画のスタッフを集めるのは、まあ、助手さんたちを集めていくのが困難だという状況が一方でもあると。いうふうに思って、だからもう波はもうすでに来ておりまして、それによって、まあ、日本の映画界も変わっていくのかなと、こういうふうな希望的な観測は持ってます。で、で、突然話題を変えて、当初聞きたかった演出の話聞いてもいいですか？あ、もちろんです。何を聞いてもお答えしていただける感じなので。よろしいですか？はい、もちろんです。はい、どんな演出をされるのかっていうことで、インタビューなんか読んでると、まあ、演技とは、何か演じるんじゃなくて、その場の状況に反応していくものだっていうふうに、まあ、大学で、USC で、そう教わったのかどうかわかりませんけど、そういうことをおっしゃってるんですけれども、やはり、そうすると提供する状況が大事だっていうことですが、どんな状況をその現場では提供されてるんですかっていうことと、あとはまああらかじめその、計画して、コンティニューティーを考えていかれている、うん、の
が、まあ、いらっしゃるんだと思いますけれども、それが現場で変化したときに、まあ、映像にこだわるっていうおっしゃってましたけれども、どのように対処されているのか、その点だけちょっと聞きたいんですけれども、よろしいですか、こんなこと聞いて。はい、いや、もう全然大丈夫です。はい、そうですね、基本、私が、まあ、なんて言ったかな、まあ、いろんな自分自身もその、まあ、女優というかこの舞台をやってたりロサンゼルスに来た後にもうういろんなアクティブのクラスを取らせていただいて勉強させてもらった中で例えばステラ・アドラーとかリー・ストラスバーグとかこうアメリカのメソッドを勉強する中でこう何が必要かっていうのはお互いに聞き合うこと役者さんすごく自分がそれをやってた時に相手の話を聞く実際に何を言ってるか分からない普段ね声でお話しする時は皆さんはこうふんふんという感じで聞いてるじゃないですかそれはやっぱり私の中ではそれはお芝居の中お芝居というよりも実際に映像の中にあるべきことじゃないのじゃなかったら勝手にね役者さんがセリフを言ってるだけだったらただの一歩通行というか、キャッチボールでもないような、なんかただの本当に、はい、投げたから受けて、はい、じゃあ、これは僕の言い方でこうやって投げますねっていう、それがちょっと自分自身こう見ててこう見づらいっていうところがあったり、でもスタイルで、そういうね、監督がこういうスタイルでやりたいからっていう決めてする分に関しては全然それはいいと思うんですよね。ただ、その題材によったり、まあ先ほど言ったマイノリティの話があったりっていうのがあるんで、どうしてもこう、リアリティを突き詰めたいっていうところが自分の中にあるので、役者さんに対しては、まずその環境を作る。彼女たち、彼たちが、その自分がその中にスッと入っていける環境であったりとか、っていうのを、築き上げるっていうのは私の仕事かなっていう。でもまあ、手探りなもちろんところもあるんですけれども、っていうのは常に感じるところですかね。あとは、結構こう演技に入ったら、すごく、くどいって言われるぐらいこだわる人間なんで、よく、やりすぎちゃいますかっていう感じで言われたりもするときもあるんですけども、まあ、感じてもらう役者さんがそこのレベルに感じるレベルに体で本当に肌であーってなるところに行くまで私が結構言うところがありますね。うん、それは多分水津さんも加納さんもおっしゃってたかもしれないですけども、うんうん、だからあとはそのキャスティングの時に菅野さんに出会って、お話、本当に最初に会った時に、ああ、菅野さん、お母さん、よろしくお願いしますっていう、本当に頭を下げるっていう感じだったんですけど、彼女とのその、まあ、動物的な感も信じながら、直感は常に信じながら、でもやっぱりその、役者さんのやる気であったりとか、ね、こっちがこう、例えばお母さんに、ベイちゃん、主人公の女の子と撮影前に時間を過ごしてほしいっていうので、OK な女優さんであったりとか、やっぱり一緒に時間を過ごしてもらって、リハーサルをして、ちゃんとお母さんになりきれる人っていう、そのキャスティングの時のこう、キャスティングが大切になってきますね。だからそれがすごく、自分の中では重視してるところではあります。うん。ごめんね。どうぞ。一般の方からも質問がキャスティングのことで来てるので一つご紹介します、はい、質問です、先ほど中村監督も言ってましたが大東さんのキャスティング自身も人生をも変えるような大切な作品だと彼はおっしゃっていましたが監督がこの役を決めるときに彼をキャスティングした一番の理由は何でしょうかという質問です。はい、俊介大東君とはちょうどオーディションに来てもらう1年かなぐらい前に、なんかお会いしたんですよね、うん、飲み会なんかそのショーン監督とか皆さんにワイワイしてる中で、はい、紹介していただいてでその時にあってすごく、まあ、お互い大阪、ね、地元が大阪っていうので盛り上がりながら
え、役所してんのとか言いながら、私も全然日本の役所さんとか知らないんで、すごいねなんて言いながら、で、オーディションに来ていただいたときに、すごく彼がもうスッと入ってきてくれたんですね。うんうん、こう、こだわりなし、あ、ロケ分かりました。で、オーディションに来ていただいた中でも、まあ、オーディションに来ていただくこと自体が結構日本では大変っていうことも、37世界で、勉強になったんですけど、あ、オーディション来ていただけない。あ、そうですよね、っていう話なんですけど。はいはい、彼はもう全然いいよいいよっていう感じで来ていただいて、で、実際にめいちゃんとその時には待ってもらって、もう本当に自然にもう、俊介がそのまま、トシヤ役になったっていうか、その姿を見た時に、あ、もう彼だって、こうすぐ、何も感じる、はい、決まりっていう感じでしたね。はい、それはもう、マキコさんもそうだったんですけどね、マキコさんも。はい。まあ、多分彼のファンの方だと思いますが、本当に感謝してますと、はい、キャスティングしてくれてありがとうございますというようなことが書かれてました。はい、お伝えしております。いや、こちらこそありがとうございます。はい、さあ、もう残り時間15分ぐらいとなってしまいましたが、ここで東京国際映画祭は、今年、六本木の方から、日比谷銀座方面に変わったわけですけれども、一山さんどうですか、こう変わったことに対する。そうですね、うん、まあね、ちょっとね、もちろんまあ、ツイッターとかでいろいろ皆さんの反応を見て、まあ、賛否両論、まあ、賛の方の人は、うん、まあ、本当にこちらの意図した通りというかですね、要するに街で映画祭をやってるんで、こう非常に華やかな感じがすると、はい、というのは六本木ヒルズの場合には、まあ、そこ の東宝シネマズの中に行くと、まあ、映画祭やってるんですけど、はい、そこの周辺でこう全くいわゆる旗が立ったりとかですね、そういうのがないと、うん、いうようなことで、ちょっと映画祭の雰囲気も、まあそこも六本木のヒルズ自体もちょっといわゆる六本木の街中からちょっと外れてますしね、なんかこう、うん、飲食店とかそんなに近くにないと。とはここはまあ有楽町駅前にすごくチケット売り場があって、そこにこうなんかでかいモニターがあって、こう映画祭の予告編をずっと流してたりとかですね、はいはい、でここのすぐ下のところで屋外上映をやって、またモニターで流したりとか、まあまあ、日比谷有楽町地区がすごく協力的でいろんなところにこうポスターとかバナーを出していいということなんで、それはなんかすごくうまくいってるというか、うん、まあ、逆にあと東京映画祭と知らない人が有楽町駅から降りてきてですね、ああ映画祭やってんだっていうこう気がついて、それで写真撮ってこうツイッターに上げるとかいうようなことは、まあ、思惑通りになってるんですが、ただちょっとやっぱり問題は、まあ、ちょっと今年映画館がですね、あまり抑えられてないと、まあ、一番実際に言うと、松竹の丸の内ピカデリ、昔僕は働いていたところですが、はい、そこが今の改装工事中なんですよ。そうですね、はい、あそこがね、空いてれば、まあ、いや貸してくれたかどうか分かりませんが、あそこ貸してもらえればすごく良かったんですが、うん、残念ながら改装工事中で使えなくてですね、でそれで、まあ、いろんなミニシアター系のところ、まあ、シャンテとか、うん、ヒューマントラストとかこうやってるんですが、まあ、キャパが小さいんですぐに満席になってしまうので、はいはい、なんでちょっと見たくても見られないお客さんがいるというのが、まあ、ちょっと苦情にはなっててですね、うんうん、で前だと六本木ヒルズだとそのキャパのでかいこう、まあ、400-500 ぐらいの映画館があったんですが、うん、それがないとかですね、ちょっとそういう問題が起きてるんで、ちょっとそこの劇場に関してはこれは課題というか、うん、来年の課題でもう少しこうそれをこう増やしてお客さんがちゃんと見れるようにこうしようというのはありますね。ああ、まあ、よし悪し両方出てますが、この悪い方のに関してはまあ改善が可能というか、まあ、来年に向けてどうやっていくかということなんですけど、うん、そのお祭り的な復興雰囲気ができているというのは、あとまあ東京フィルメックスが一緒に開催されているとかですね、ああ、そうですね、そういったことで、うんうん、そこのところはこうなんか少し予定通りこううまくいっているかなという気がします。はい、ありがとうございます。まあ、この東京国際映画祭とは監督協会は2009年から、新人賞の上映というのを始めさせていただいて、いろいろこれまでもコラボレーションしてきたんですけども、今年そのコロナということで、新人賞のお披露目、通常は4月ぐらいに、昨年度はこの作品ですっていうのを、まあ、今近で上映してパーティーをして、贈賞式をするという流れだったんですが、うん、できなかった。で今日残念ながら光監督は来れなかったんですが、今日初めてその監督協会賞のお披露目として東京国際映画祭で上映がかなったということで、
で菅野さん、それから渡辺さんも駆けつけてくれたり、山口プロデューサーもね、なんとか盛り上げてくださろうとしてくれました。で、まあ蔡理事長がちょっと体調が大したことはないんですけども、今日ちょっと間に合わないということで、足立選考委員長が、先ほどお見せしたトロフィーをお渡ししたということで、とても監督協会にとっても今年は、光さんがいないのが残念ですが、いずれどこかで光さんが日本に来た時にお渡しすると同時に、監督協会のロス支部としていろいろと意見交換をしたいなと思います。さあ皆さん、もうあと10分なので、好き勝手好きなことを言い合いましょう。足立さん、どうでしょうか。いや、好き勝手なこと以外言ったことない人間ですけれども、選考委員長やったからちょっと真面目な発言をしました。だからマイノリティに邁進していくのもいいんだけど、もうちょっと物騒な映画まで作るようになるといいのかなと思ってます。以上、それを希望したいというのがあります。はい、頑張ります。中村さん、どうですか。僕ずっと1年に、このがコロナを丸々脚本書いてるんで、この期間中現場全然行ってないので、もう毎日早起きしてるんですけど、毎日5時から飲んでるんで、さっき光さんのお酒の話が出た時にもうちょっと一緒に飲みたいなと思っちゃいました。よろしくお願いします。ぜひ帰った時はもうぜひ皆さんとお会いしたいです。よろしく、その時はよろしくお願いします。はい、本木さん、どうですか。中村さんと、ね、会ってお話したいですね、今度は。はい。で、なんか私も27、8年前に助監督をしてた頃に、文化庁の在外芸術家研修で1年間、ロサンゼルスに行きまして、やはり、すべてのコミュニケーションが、お前は誰だ、どこから来たんだっていうところから始まって、やはり何かこう作品を持って、いかないと、なかなかこう映画監督としてもそうだし、映画関係者としても生きていくのが大変だなと思って帰国してしまったんですね。で、さあ勉強しようかと思ったら1年なんてあっという間に経ってしまって、なんとなくこう叶わないなと思いながら帰ってきた中で、今日これだけ明るくて元気で大成功されている光さんのぜひ経験を持って、結構かなり稀有なことだと思うんですよ。だから、もっと経験も含めて、時間お忙しいでしょうけど、聞きたいなっていうふうに、お酒でも飲みながらと思いました。とても興味深い人物でもあるなと思いました。ありがとうございます。興味深いというね、一言なんですけども、まあ先ほどいろんな話が出た中で、まあ、日本の映画の労働環境時間、それからまあ若い監督たちがどうやって外に向かって映画を作り続けることが可能なのか、そういう視点もこれからどんどんね、このメンバーで話し合えればいいなと思ってます。というのは韓国の場合、まあ、今調子もいいですし、世界的なコンテンツがたくさんできています。そういう中で韓国の高校そして大学っていうのはもう映像系の志願者がすごく倍率なんですね。で、日本は逆に、特に高校で映画を教えるってことはほとんどないので、大学の映像系の大学がもう地滑りのように、まあ、少子化の影響もあるんですけども、志願者が減ってます。つまり映画、映像に対する日本の中の興味というものがどん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 先細りしているっていう危機感を僕なんかは感じてます。だからどん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 何かね、さまざまな角度でやっていかなければ、一つで映画の何かが変わるってことはありえないんですけども、ぜひね、光さんの体験、それから知恵、それからまあ監督協会に
アメリカだけじゃなくてぜひ日本の監督協会にも入っていただいて、いろんな議論をしたいなと今日思いました。はい、ありがとうございます。私すごく韓国の、ね、映画を私もすごく大好きで、うん、テレビシリーズもよく拝見するんですけど、彼たちは本当に昔日本のね、はい、その例えば50年代のを目指してきた方たちが今本当に一線で頑張られてるっていうこともありながら、やっぱりこうなんていうかな、日本がじゃあシステムが例えばその劇場関係ね、映画会社、うん、システムが今あるものを直すことはもちろんできない、でも新しく築き上げるっていうことは私たちはできると思うんですよね、うんうんうん、だからそういう意味も含めて、まあ、いろいろ先ほどおっしゃったように配信が、ね、配信会社が増えてきたりとか、そういうチャンスも出てきてくれるっていうことになったら、じゃあ自分たちのものを新しく作って、それを例えばじゃあ若い人たちにも、まあ、で撮影の全ても含めてやり方改革も含めて新しく紹介していくことによって、またどっかでやっぱり全部なくなることはもちろんないと思うんで、興味がない子たちが、だからそういう子たちをどん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 こうね、リードしていって、そういう人たちがまたいろんなその次の人たちに教えるっていうことができるようになれば、また日本もね、すぐには先ほどおっしゃったすぐには変わらないかもわかんないけど、やっぱりどっかで盛り上げるっていうのが、私もね、生きてる間に頑張って何かの形でサポートできたらなっていうのは常に考えてるんで、ぜひ、はい、皆様とまたゆっくりお話しさせていただけたらなと思ってます、はい、じゃあそれでは市山さんに一言いただいて、最後は、足立さんに締めていただこうと思います。市山さんどうでしょうか。そうですね、光監督の活躍ってのは本当に素晴らしいと思うのは、やっぱり今までなんかね、やっぱり日本の映画監督って、どうしても日本国内で完結してもなんとかね、うん、こう仕事ができるというところで、うん、今ちょっとそうではないというか、まあ、もちろん商業映画をこう普通にメジャーの会社で作るんだったらいいんでしょうけど、うん、何かこう自分で作りたいという、こうものをやるときには やはりどうしてもこう今日本国内の普通の出資者ではない人たち、それはもちろん配信会社の人だったり、あれもしかしたら海外の人かもしれないと、そういうものをこう探していくっていう意味では、光監督みたいにその海外でベースにっていう活躍してる監督が出てきてるというのはすごく大きいことだと思います、うん、で実際なんかね、僕は東京フィルム X で2010年にタレンツ東京というですね、まあ、東アジアと東南アジアのこう若手の監督やプロデューサーをこう選抜してワークショップをするというのを始めたんですけど、最初もう日本の応募者のレベルがすごく低いというかですね、もう全然あれって、最近は増えてきてるんですね、結構優秀な人が応募してきてっていうふうに、やっぱり少しこう変わりつつあるような気がするんで、まあ、そういう中でやはり光監督みたいにこういうある種の、まあ、もう一作目のこう成功例が出て、さらにこう次のキャリアがこう続いてるというのはすごいこうなんか皆さんに勇気を与えることになると思うんで、まあ、ぜひともそういう点ではまた頑張って新作を作っていただきたいなというふうに思います。はい、じゃあ最後足立監督、はい、2分以内にまとめてください、はい、やはり監督協会新人賞を喜んでいただいて、監督協会も嬉しいです。それから最後に光さんが発言した今の体制を変えていくとかシステムをやっていくとかいうのもいいんだけど、改革していくっていうのもいいんだけど、新しいものを作り出すぐらいのことが今必要なんだというのを痛感したんですね。だから、うん、改革だけではなくて新しいものを作り出そうよというところに力点を置いた上での作品活動をぜひ続けてほしいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、皆さんの画面になるでしょうか。はい、今日は、まあ、本当に90分という短い時間でしたけれども、光さんはじめ足立監督、中村監督、本木監督、そして市山さん、本当に、たくさんの議題でフリートーク楽しかったです。面白かったです。またぜひね、機会があれば続きをお酒を飲みながらやりたいと思いました。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんどうも本当にありがとうございました。 Thank you so much。 Thank you. ありがとうございます。